ナンの2分間 MC ありがとうございました。ありがとうございました。いよいよそして今日です。また反転してなかった。いよいよ今日です。この日がついにやってきました。おはようございます。ミレちゃんがおでんの音聞きたかった。昨日実はミレちゃんに会えたんですよね。2分間 MC の時に入れ違いで。する。おはようございます。緊張する。なんだろう、緊張ってかなんだろう。なんか味わったことない感じの気持ちがする。かんない。なんか終わっちゃうって考えると寂しい。一回パニックったらやばそうだよね。ちょっと怖いね。安全に落ち着いて頑張ってください。わかりました。はい、ありがとうございます。おはようございます。本当になんか、あ、でも絶対見てください。とりあえず絶対見てください。昼も夜も。あ、そうですね、ネクタイ取らないね。あれ自分で、あの後に定点もらってなんか見ててめっちゃ面白くて、汗をかいて挟しちゃおうぜ、イエイイエイで撮れて、多分その後めっちゃパニックってて、もうめっちゃミスしてて、なんかもうすごい残念だったけど、すごい後から見返す分には面白かった。いいこと言うね。心は熱く、頭は冷静。お花も、そうですね、本当にこの4日間はすごく豪華だと思うので、本当に楽しみにしててください。かわいい、ありがとう。でも何気に12いつから練習始まったんだろうな、分かんないけど1ヶ月ぐらい。楽しかったです。お花もスタートの曜日は10期生に任されたので、その後も本当にだからいいスタートを切れるように頑張りたいと思います。楽しみ、めっちゃ楽しみ。
そうだね、楽しむことが一番。目覚めは良い？え、なんかすって起きれなかった。なんかすごい夢見てた。そう、もうあと3、あ、ちょ、もうすぐで本当に今年終わっちゃうからね。本当に早いよね。びっくりしてるわな、もうちょっと。だいぶびっくりしてるね。びっくりしてる。一瞬だったのか長かったのか分かんない1年ですね。でも楽しかったです。ちょっと1年の振り返りをしていくと、1月なんかあったっけ。ずっとレッスンしてたかな、1月とか。4月レッスンして、あ、多分エコバの練習とかもしてたかもしれない。あ、そうだね。で、2月はエコパアリーナがあり、初めて乃木さんのイメージを披露して、望遠鏡ない、天文ないと。あとはパレオと愛してラブルもやりましたね。終わって、終わるのと同時ぐらいに、もう終わる前ぐらいからも横ありの練習をしつつあった。あの振り入れとかあったけど、それがなくなってしまい、自粛に入りましのショールームが始まりので、ショールーム始まってから、あ、じゃあそんなすぐ始まってないわ。いつから始まったんだろう、ショールームって。ねえ、横割りね。4月？まあでもそれぐらいだよね。で、ショールームが始まって、毎日続けて並行で自粛が明けて、青春ガールズ、あ、で、その前ぐらいにちょっと初めての生写真撮影とかがあったりとかして、で、それで、青春ガールズの振り入れが始まって、で、そのうちに劇場に出演させてもらって、あ、4月5日からだって。ありがとうございます。4月5日から、4月5日から始まって、4月からやってんな。あの、こんなになんか長く継続できたことあんまない。毎日コツコツ系は本当にない。あの、ペンギンのゲームアプリ、ゲームアプリでペンギン育てるやつがあって、それやってたんですけど、全然続かなかったから、こんなに続けれるの初めてです。アムリンちゃん、ありがとうございます。そうそう、それで、ね、公園に出られて、で人数が増えて8人公演になって、有観客公演になって、いや、ペンギンはあれなんですよ、聞いてください。普通に30日ぐらいまで行ったんですよ。ありがとうございます。
そう30日くらいまで行ったのに、なんかダメだ、ダメになっちゃった。そうそう、そうなんだよ。走るペンギン、走るペンギン。で今に至る感じですね。そこは特に変わんない。自粛の時間がね多かったからね。かわいい、ありがとうございます。やっぱりそれもあるよね。だるまさん、ありがとうございます。そうそうそう、そう私の1年は最初の方はディスクもなんか本当に家にもう言えない、早く学校行きたいみたいなあれだったけど、もう後々は本当になんか充実してたな。ラベリンちゃん、ありがとうございます。あ、そうね、名古屋ドームさんの撮影もさせてもらったり。そうだそうだ、プーキーありがとうございます。ラベリンちゃん、ありがとうございます。あれも結構すごい思い出ですね。花の中では大きな思い出、だいぶ大きな思い出です、ね、ラブリンチョいっぱいありがとうございます。そうそう、来年もいい年になりますようにお祈りいたします。これ毎日アイドルってさ、一生続けられるもんなの？そりゃそうか、一生続けられる。名曲もたくさん生まれたね。そうね、そうですね、名曲がたくさん生まれましたね。ねえ、朝寒いよね。あ、暗いね、寒いかと思った。まばたきをどんだけ早くできるか。いきまーす。無理だった。めっちゃ高速でまばたきできる人いるよね。あ、そう、絶対トウモロコシの歌は紅白歌合戦さんに出れるかなと思ってたんですけどね、無理でしたね。そんな遅い？ラブリンちゃん、ありがとうございます。本当にできないですよね。ラブリンちゃん、ありがとうございます。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。見てくださった
1419人の方ありがとうございました。コメントしてくださった方ありがとうございます。ギフトと星投げてくださった方ありがとうございました。ということで今日の年末公演見てください。バイバーイ。